皆さん、こんにちは。本日は数学 1A マーク式の 1A 不等式やっていきたいと思います。早速始めていきましょう。こちらの問題解いてみてください。それでは解説に移ります。四角語です。 まずは、はい、この式、この解が実数全体であるというときはどうすればいいかと言いますと、はい、移行して因数分解してこの形。これが0以上である。これが常になり立てばよい。ということでどうすればいいかというと、a が2のときであれば、はい、ここ消えて、0、大なりイコール0。ってことはこれ常に x 関係なく満たしますよね。なので、a イコール2というのが答えになります。 次に、はい、a が2よりも大きいとき。はい、このときどうなるかと言いますと、はい、a マイナスには常に0よりも大きいということになります。だからこれがプラスであるっていう条件が必要になります。なので、はい、x 大なりイコール1というふうにすることができます。次に、a が2よりもちっちゃいとき。このときは結局こっちがマイナスになっちゃう。つまりこっちもマイナスである必要が出てきます。なので、x 小なりイコール1とすることができます。 また、はい、この式の解が1から3の時に、まずは1以上っていう条件があるために、a は2よりも大きいというのが分かります。よって、はい、この式、まあ、この式も同じように、ね、計算すると、x 小なりイコール、はい、a 分の7とすることができます。今回は2よりも大きい、つまりプラスで割り算しているので、不等号の向きはひっくり返さなくて OK です。この不等式が x 小なりイコール3、これと一致すればいいので、つまりこの部分と3が一致するということです。 あとは3分の a で掛け算してあげると a イコール3分の7というふうに答えることができます。本日は1位不等式こういうふうに、えー、この割るところ割る部分というのがプラスかマイナスかわからないケースに関してはしっかりと場合分けを行わないといけませんよということを押さえておきましょう。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。